イソップ童話、カラスと水瓶。カラスが喉が渇いてたまらなくなって水瓶のところへ飛んでまいりましたが、あいにくと水は底の方に少したまっているばかりですから、くちばしが届きません。二度も三度も首を伸ばしてかがみこみましたが、やっぱりダメなのです。亀を転がして飲もうと思って揺すってみましたけれど、びくともしません。カラスは途方に暮れてがっかりしました。けれどもその時いいことを思いつきました。カラスは小石をくわえてきて亀の底に落としました。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、八つ、九つ、とうとうたゆまずに小石をくわえては落とし込んでいるうちに、そこにあった水がだんだんと縁のところまでせり上がってきました。そこでカラスは楽に水を飲んで喉の渇きを癒すことができました。なす心あれば道はおのずからにして開く。